どうもこんにちは。野球選手といえば女優やアイドル、アナウンサーなど有名な女性と結婚するイメージがありますが、最も嫌いな人は誰ですか？そこで今回は野球選手と結婚した嫌われている芸能人、アイドルをランキング形式で紹介します。31位、今野麻美さん。生年月日1987年5月7日。出生地北海道札幌市豊平区。職業アナウンサー、タレント。夫杉浦俊博さん。アイドル、タレントからアナウンサーに転身するまではハロープロジェクト内のアイドルグループモーニング娘。の5期メンバーとして2001年から2006年まで在籍していた今野麻美さんは2017年に杉浦さんと結婚しています。しかし一部の人たちからはアナウンサーの仕事中でもアイドル気質が抜けてない、ぶりっ子が嫌い、整形しているなどの理由で嫌われているようです。30位、山本聖子さん。生年月日1980年8月22日。出生地神奈川県川崎市。職業女子レスリング選手兼指導者。夫ダルビッシュ有さん。強豪ひしめく階級で3階級を制覇するなど目覚ましい活躍を遂げましたが、五輪には未出場に終わった山本聖子さんは2014年11月18日にプロ野球選手のダルビッシュ有投手との交際が発覚しました。2015年2月22日にダルビッシュさんのブログで妊娠中であることを公表し、その後に入籍、現在5児の母となっています。一部の人たちからはダルビッシュとは似合わないような感じ、結婚までの過程を考えると好きになれない、ダルビッシュと結婚したことで勝ち誇ったように見えるなどの理由で嫌われているようです。29位、ゆりかさん。生年月日1992年。出身地群馬県。職業管理栄養士、女性実業家、フィットネスモデル、元フリーモデル、リポーター。夫吉田正隆さん。在学時に渋谷でスカウトされモデル活動を開始、事務所には所属しない異例のフリーという形式で了承を得て活動しています。ミスユニバースや日本最大級のファッションイベント関西コレクションに出演し、ニコ生の番組やイベントでリポーターも務めたゆりかさんは2017年に吉田さんと結婚しています。一部の人たちからはあまりよく知らないけど近寄りがたい、個人的に好きな顔じゃないなどの理由で嫌われているようです。28位、大竹幸さん。生年月日1983年8月28日。出生地群馬県桐生市。職業元テレビ東京アナウンサー。夫青木宣親さん。大竹幸さんは元テレビ東京アナウンサーです。幼少期から水泳をしていて六大学冬季対抗戦では入賞しています。大学在学中は体育会水泳部に所属していました。法政大学体育会水泳部はスポーツ推薦入学者のみに入部を認める方針であったが、大竹さんは監督に直談判して入部への熱意を伝え入部を許可されたとのことです。プロ野球選手青木さんと結婚し夫のサポートに専念するためテレビ東京を退社しています。一部の人たちからは可愛くないし頭の弱さに見ててイラつく、顔がきつそうなどの理由で嫌われているようです。27位、成島佐穂さん。生年月日1985年7月19日。出生地千葉県柏市。職業フリーアナウンサー、タレント。夫前田健太さん。元東海テレビアナウンサー。アクセサリー収集が趣味でバイオリン演奏を特技としています。バイオリンは5歳の頃からたしなみ、2007年3月29日放送みんなが出るテレビのオーケストラプロジェクトで演奏しました。メジャーリーグロサンゼルスドジャースの前田健太投手の妻であり、アスリートフードマイスターや野菜ソムリエなどの資格を持っています。食事からインナービューティーを目指すコツを紹介した書籍前田家の食卓、食べて体を整えるレシピを2015年3月に出版しています。一部の人たちからは誰だか知らなかった、
美人ではないなどの理由で嫌われているようです。26位、丹野輪由紀さん。生年月日1992年10月10日。出生地東京都。職業タレント、フリーアナウンサー。夫浅村瑛斗さん。学生時代からベイ FM78 のメインパーソナリティを4年間、 TBS 王様のブランチリポーターを2年間務めた経歴があります。2013年ソチ冬季パラリンピック大会で現地リポーターを経験し、スポーツメディアの世界に進みました。その後プロ野球中継をはじめ、 B リーグ、車椅子バスケット、ブラインドサッカーなどのリポートを担当。プロ野球楽天ゴールデンイーグルスの浅村さんと結婚しました。一部の人たちからは、こいつ地味に下げまんやろ、このレベルのタレントって絶妙やな、などの理由で嫌われているようです。25位、楠木杏さん。生年月日1991年5月13日。出身地北海道札幌市。職業タレント、夫斉藤雅人さん。ドラマでは2015年フジテレビ5時から9時まで、2016年テレビ朝日動物戦隊ジュオージャーなどに出演しています。 JA グループ、富士メガネ、ポッカレモン100作るレモンウォーター編、メリット、ケンタッキーなどの CM に起用された楠木杏さんは斉藤雅人さんと結婚しています。しかし一部の人たちからは、正直誰だか知らなかった、こんな人いたの、などの理由で嫌われているようです。24位、辻沙織さん。生年月日1994年5月17日。出身地東京都。職業アナウンサー。夫山本康弘さん。2018年4月にアナウンサーとして毎日放送に入社し、チチンプイプイのリポーター、数回アカシア電子台の7代目アシスタントなどを担当して、話題となった辻アナは2019年に山本さんと結婚しています。慶応大学での先輩にあたるプロ野球選手の山本さんと在学中から交際。山本さんは卒業後の2016年から読売ジャイアンツに在籍していたため、2019年12月に結婚してからも辻さんが毎日放送本社のある大阪府内、山本さんが巨人の本拠地のある東京都内で別々に生活していました。2020年に入ってから第一子を解任していることが判明。判明当初は会社員という立場で結婚や妊娠といった報告をするべきではないとの考えのもとで、同年の日本プロ野球シーズン終了後に安定期へ入ってから公表することを予定していたそうです。しかしシーズン中の9月14日に結婚と解任がスポーツ紙などで報じられたことを受けて、翌15日にインスタグラム上の公式アカウントで正式に公表しています。一部の人たちからは、お嬢様育ちなので周りが一切見えない気も使えない、サイコパスアナウンサーなどの理由で嫌われているようです。23位、大場美奈さん。生年月日1992年4月3日。出生地神奈川県。職業元アイドル、女優。夫石川修太さん。女性アイドルグループ SKE48 および AKB48 の元メンバーでリーダーを務めた大場美奈さんは2023年に石川さんと結婚しています。一部の人たちからは、なんか不細工、旦那を ATM としか思ってなさそう、などの理由で嫌われているようです。22位、宮崎瑠衣さん。生年月日1983年6月21日。出生地東京都。職業タレント、夫荒波翔さん。情報番組 ZIP のリポーターや BS 日テレ、月刊プロ野球、サマーズスタジアムなどスポーツキャスターとしても活動している宮崎瑠衣さんは、2017年プロ野球 DeNA ベイスターズの荒波翔選手と結婚しています。13歳の時に東京の原宿でスカウトされ、演技や歌などのレッスンを受けます。高校2年からフランスのアルザス成城学園へ編入し、2年間在学し、成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科へ入学。帰国後、この頃から本格的な芸能活動を始めました。
プロ野球観戦を好み、読売ジャイアンツファンを自称しています。実家が長嶋茂雄さんの自宅の近くに位置し、幼少期から玉川ベリで長嶋さんと挨拶を交わしていたことから巨人ファンになったのだそう。一部の人たちからは、性格が悪そう、調子に乗ってる、巨人ファンから嫌われてる、などの理由で嫌われているようです。21位、椿梨央さん。生年月日、1996年5月25日。出身、北海道。職業、モデル。夫、谷口優也さん。地元の北海道でモデルにスカウトされた時期があり、その影響で芸能活動に興味を持ったそうです。現在はジールという事務所に所属をしながらモデル活動をされています。また2019年にはライジンガールのラウンドガールにも選ばれ、大きな注目を浴びました。元プロ野球選手の谷口優也さんと結婚していますが、一部の人たちからは、言うほど綺麗だとは思わない、誰ですか、などの理由で嫌われているようです。20位、シェリーさん。生年月日、1993年7月15日。出身地、三重県伊賀市。職業、DJ、ダンサー。夫、大城浩二さん。DJ としても活躍中のシェリーさんは、大城浩二さんと結婚しています。韓国カルチャーを紹介する番組の MC をしていました。DJ シェリーの K-HAPPY は、若い K-POP 韓流ファンの代表として、日本で流行っている韓国カルチャーを紹介する番組です。DJ やダンサーとしても活躍していて、オリックス・バッファローズ試合のオープニングダンサーとして、出演したことがあるようです。以前、ジャニーズ WEST の正滝望さんと交際の噂が浮上したことがありました。この2人のツーショットが SNS で拡散されたことで噂に発展したのですが、公に報道されたわけでないので微妙に信憑性に欠けています。19位、相沢小夜さん。生年月日、1978年7月24日出生地、広島県広島市。職業、モデル。夫、中島博之さん。1998年クラリオンガールにも選出されたファッションモデルの相沢小夜さんは、中島博之さんと結婚して話題になりました。16歳の時に地元でスカウトされたのをきっかけに、広島市立吉島中学校、広島市立広島商業高等学校卒業後、モデルとしての活動を開始しています。一部の人たちからは、美人だけどちょっと顔が濃すぎて一般男性は近づきがたいタイプ、整った顔立ちだとは思うけど世間一般的な男性受けはあまり良くないタイプに感じる、などの理由で嫌われているようです。18位、増田恵里奈さん。出生地、神奈川県横浜市。生年月日、1985年12月25日。職業、フリーアナウンサー。夫、堂林翔太さん。成城大学文芸学部卒業後、2008年に TBS に入社しました。2009年より料理番組「厨房ですよ」の5代目アシスタントを務めるなど活躍しています。2014年12月、プロ野球選手堂林翔太さんと結婚。一部の人たちからは、口裂け女みたい、堂林が騙されておまけに次々子供を産んで離婚しないように仕向けている、などの理由で嫌われているようです。17位、石川梨花さん。出生地、神奈川県横須賀市。生年月日、1985年1月19日。職業、元アイドル、タレント。夫、野上龍馬さん。2000年モーニング娘。追加メンバーオーディションにて第4期メンバーとして選出され、卒業後はテレビ、舞台、ライブ活動を中心にソロ活動を行う石川梨花さん。2017年に野上龍馬さんと結婚して話題になりました。阪神タイガースの大ファンであり、サッカー観戦好きということも知られています。しかし一部の人たちからは、実は顔がでかい、いくつになってもぶりっ子、などの理由で嫌われているようです。16位、立花梨花さん。出生地、広島県広島市。生年月日、1987年2月27日。職業、声優、モデル、タレント。
夫若月健也さん。代表作にはアイドルマスターシンデレラガールズ、俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてゲッツされた件、アンジュビエルジュ、プリンセスコネクトリー、ダイブなどがあります。2019年に若月健也さんと結婚しています。野球好きであり、広島東洋カープとオリックスバファローズファンとのことです。一部の人たちからは笑顔の裏が怖い人、アイドル気取りで声優の仕事を舐めている声優どもは全員引退しろなどの理由で嫌われているようです。15位、江藤美沙さん。出生地大分県大分市。生年月日1993年1月4日。職業元アイドル、タレント。夫源田壮介さん、元グラビアアイドルであり女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバー、美人百花のレギュラーモデルでもあります。2019年に乃木坂46を卒業後、同年4月プロ野球埼玉西武ライオンズの内野手源田さんとの交際が明らかになり、公式インスタグラムで交際を報告しました。そして同年10月24日源田さんとの結婚を報告しています。一部の人たちからは、この人客観的に見てあまりいい奥さんではないと思う、夫は本業で活躍し注目されたいだろうに、パパタレみたいな位置づけにしようと計算し尽くしてるのが見え見え、などの理由で嫌われているようです。14位、新川渚さん。生年月日1996年11月8日。出身地大阪府。職業モデル。夫塩見康隆さん。2019年から2年間レースクイーンとして活動。2021年11月末にてレースクイーンを引退し、草なぎ剛さんとユースケ・サンタマリアさんの番組「なぎすけ」に出演。岡山県最大級音楽フェス「桃太郎フェス」の司会を担当しています。塩見康隆さんと結婚しますが、一部の人たちからは「正直誰だかわからなかった」「存在感ない」「大して可愛くない」などの理由で嫌われているようです。13位、小原雅子さん。出生地兵庫県神戸市東灘区。生年月日1975年10月23日。職業お笑いタレント。夫マック鈴木さん。お笑いコンビ桑畑小原のメンバー。関西テレビ日本のぞき見太郎、胸いっぱいサミット、テレビ東京妻と夫の根掘り葉掘りに出演のほか、テレビ大阪綾小路きみまろの人生暇つぶし、毎日放送ラジオ松井愛の助試合視点にレギュラー出演しています。初の美容本おはら美容を出版するなど、お笑い以外でも活躍しています。芸能活動の拠点を東京に置く小原さんは、2011年に神戸市内で自身が経営する飲食店で接客したことをきっかけに、同市出身で淡路島在住のマックさんと交際します。2013年12月27日にフジテレビで放送された特別番組、これを言わずに年が越せるか、ぶっちゃけ告白 TV カミングアウト祭で、マックさんの名を伏せながらも公開プロポーズを通じて交際の事実を認めました。2014年にマック鈴木さんと結婚しますが、一部の人たちからは、投稿される記事の内容が不適切、食事の準備をしない、コウメちゃんへの接し方に問題があるなどの理由で嫌われているようです。12位、サントス・アンナさん。生年月日1987年7月9日。出生地神奈川県。職業女優タレント。夫美馬学さん。千葉ロッテマリーンズラテンパーカッションバンドボンボンブランコの元メンバーでもあるサントス・アンナさんは、2014年に美馬学さんと結婚しています。一部の人たちからは、申し訳ないけど存在を知らない、子供の顔出しまでして幸せアピールしたいかな、などの理由で嫌われているようです。11位、太田愛香さん。出生地埼玉県さいたま市。生年月日1994年12月8日。職業女優タレント。夫山口浩輝さん。女性アイドルグループ HKT48
AKB48 および派生ユニット渡り廊下走りたい7の元メンバーで、現在は女優タレントとして活動している太田愛香さんは、2023年に山口さんと結婚しています。山口さんが次年度の契約更改を行った後の記者会見の席において太田さんと結婚したことを発表し、その後山口さんの SNS にて太田さんとの連名での結婚報告が行われました。一部の人たちからは、金があるから焦って結婚した、不細工、インフルエンサーにはなれないなどの理由で嫌われているようです。10位、高木れにさん、生年月日1993年6月21日、出生地神奈川県、職業アイドル、タレント、元夫宇佐美慎吾さん、桃色クローバー Z のメンバーで、イメージカラーは紫色です。神奈川県出身で、県の選定により東京オリンピックの聖火ランナーを務めました。2008年5月の正式結成時から最年長という理由でリーダーを務めていたが、同年秋頃に退任。後任は桃田加奈子さん。グループのマネージメントを行ってきた川上明さんは、当時を振り返り、真面目で考えすぎて余裕がなくなってしまう状態だったため、一歩引いた立場の方が本人の色が出せると判断し、交代を決断したと述べています。北海道日本ハムファイターズ所属の宇佐美慎吾さんと結婚したことを、グループの公式 YouTube チャンネルにて生配信で発表しました。大きな心だったり、居心地の良さに惹かれて、この人ならずっと一緒にいたいな、と結婚を決断した経緯とともに、まだまだ物の不散、と、やっていきたいことがあるのとして、結婚後も、ももクロのメンバーとして活動することなどを語りました。以前からグループにはメンバーの恋愛を禁止するルールはなく、活動を続けながら恋愛や結婚、出産する構想が示されていたため、結婚の発表に対してもインターネット上では、ファンからの祝福のコメントが相次いでいました。現役メンバーでは初の既婚者となり、アイドルの方をぶち破ってきたももクロらしい挑戦、と報じるメディアもありました。2022年に宇佐美慎吾さんと結婚するも、わずか1年で離婚しています。一部の人たちからは、ルックスが苦手で可愛くない、メンバーを裏切って結婚した、とにかく性格が悪そう、などの理由で嫌われているようです。9位、石橋杏奈さん、生年月日1992年7月12日、出生地福岡県岡垣町、職業女優、モデル、夫松井裕樹さん。2006年第31回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得しました。翌2007年にテレビ朝日系ドラマ失踪ホリデーでデビューした石橋杏奈さんは、2018年に松井裕樹さんと結婚しています。兄弟は兄と弟がいて、兄と弟が野球をやっていたため、物心ついた頃からの野球好きとのことです。プロ野球は地元福岡ソフトバンクホークスの大ファンです。大英時代からのファンで、子供の頃は城島健二さんと秋山浩二さんのファンだったそう。ホークスファンですが、北海道日本ハムファイターズの中村勝さんのファンでもあります。2017年のホークスの開幕戦で始球式を務め、ノーバウンドの投球を披露しています。一部の人たちからは、性格が悪い、子供の顔にモザイクをかけるなら最初からインスタに投稿するな、結婚してから興味がなくなった、などの理由で嫌われているようです。8位、畠山愛理さん、夫鈴木誠也、生年月日1994年8月16日、出生地東京都多摩市、職業元新体操選手、ロンドンオリンピック2012、リオデジャネイロオリンピック新体操団体日本代表として活躍した畠山愛理さんは、2019年8月17日に広島東洋カープ外野手の鈴木誠也さんと入籍し、12月3日にアメリカ合衆国ハワイ州において結婚式を執り行っています。一部の人たちからは、夫婦で嫌いというか苦手、新体操で濃いメイクしてる時は歴代の新体操の選手にしては美人かもしれないけど目と目が離れてるし、お化粧薄いと美人でもない、
などの理由で嫌われているようです。7位、伊藤優奈さん、生年月日1995年8月15日、出生地東京都、職業アイドルプロデューサー、司会者、元タレント、夫北村匠海さん、アイドルグループアイドリングの元メンバー。2010年3月アイドリング4期生オーディションに合格しました。そして15年卒業。16年株式会社 TKMK を設立した伊藤優奈さんは2020年に北村さんと結婚しています。同年8月4日第一子女児を出産し、後日正式に結婚と出産を報告しました。一部の人たちからは、大して可愛くない、昔から嫌い、アイドリングの頃から好きじゃない、などの理由で嫌われているようです。6位、ベッキーさん、生年月日1984年3月6日、出生地神奈川県、職業タレント、夫片岡康之さん。14歳の時に参加した下着モデルのオーディションで審査員をしていたサンミュージック社長に見出されたことが芸能界入りしたきっかけとのこと。テレビ東京の児童向け早朝番組オハスタのマスコットガール、オハガール出身です。同番組のポケモンの名前の英語バージョンを紹介するコーナー、ポケモンザワールドで芸能界デビューを果たします。以降バラエティ番組を中心に活動しています。2016年1月交際相手だったゲスの極み乙女のボーカル川谷絵音さんとの不倫を週刊文春にスクープされました。その後の記者会見にて、ただの友達であると釈明しています。仕事を一時的に休業し、2019年に片岡さんと結婚しています。2018年に芸能関係の共通の友人を介して知り合い、同年6月より交際していた元プロ野球選手でプロ野球指導者の片岡さんと2019年1月に婚姻届を提出し結婚したことを、同年2月13日に自身の SNS にて報告しました。一部の人たちからは、川谷との不倫の一件以来好きになれない、テレビで見ても笑えない、不快でしかない、などの理由で嫌われているようです。5位、榎本加奈子さん、生年月日1980年9月29日、出生地東京都、東京白金、職業元アイドル元タレント、夫佐々木和弘さん。スカウトを経て中学2年生で本格的に芸能界へ。95年テレビドラマ家なき子2に出演し、足立由美さん演じる主人公をいじめる役柄ながら注目を集めました。華やかな顔立ちに対してギャップのある飾らない発言が同世代に受け、バラエティ番組でも幅広く活躍しています。2004年春プロ野球選手佐々木和弘さんとの不倫交際が発覚しました。佐々木さんは2005年3月18日に前妻清水香織さんとの離婚が成立。同年4月29日に佐々木さんとの間にできた男児を出産。同年5月9日に結婚しました。2006年6月29日には 2290g の男児を出産。佐々木さんと前妻との間に生まれた子供2人を含め4児の母となっています。そして元プロ野球選手の佐々木和弘さんとの結婚を経て芸能界を退いていますが、一部の人たちからは、略奪婚だったから家なき子の役柄そのまんまの性格だったってことね、大嫌い、性格悪そうだから二度とドラマやバラエティ番組に出てほしくない、などの理由で嫌われているようです。4位、福島由美子さん、生年月日1965年12月10日、出生地島根県松江市、職業元アナウンサー、夫一郎さん、日本の元アナウンサー、実業家 IYI コーポレーション取締役、ゲームソフトスーパーパワーリーグ2にて TBS プロ野球情報ニュースキャスターの声の出演で知られています。1995年の暮れから数回にわたって TBS ラジオで放送された一郎の気持ちはいつもフルスイングにて、福島さんはアシスタントを務めていました。パーソナリティは当時オリックスブルーウェーブの選手だった。
一郎さんであり、この仕事が一郎さんとの交際のきっかけとなったとのことです。以降テレビでも対談したほか、 TBS がインタビューを行うときは一郎さんは必ず福島さんを指名するようになったそうです。1997年の8月からは取材する側とされる側の垣根を越えて個人的な交際が始まり、1999年1月に一郎さんが福島さんにプロポーズしました。交際当時は栗山現日ハム監督との交際の噂があり、一郎さんに乗り換えたと言われています。そして同年3月に TBS を退社し、その後はメディアへの露出はありません。一部の人たちからは一郎が父郎と絶縁したのは由美子が原因なので悪女だと思う、慶応大学でプライドが高くお高く止まっているし大嫌いなどの理由で嫌われているようです。3位、里田舞さん、生年月日1984年3月29日、出生地北海道札幌市東区、職業元アイドル、夫田中将大さん、かつてはカントリー娘パボ、アラジン、里田舞水ゴーダ兄弟に所属し、カントリーガールズのスーパーバイザーも務めた里田舞さんは2012年に田中将大さんと結婚して話題になりました。2006年7月12日に初出演したフジテレビのクイズバラエティ番組クイズヘキサゴン2において、その珍回答ぶりが爆笑を呼びました。その後同番組の常連回答者となり、おバカタレントの代表格としてバラエティ番組を中心に活動し、ブレイクへとつながります。2012年1月26日当時プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスに所属していた投手田中将大さんとの結婚を発表しました。田中さんのシーズン開幕を前に3月20日に正式に婚姻届を提出しました。田中さんとの交際は2010年11月に報道され、すぐに自身のブログにおいて報道が事実であることを認めていました。結婚後主婦業を優先するため表立った芸能活動は事実上休止中です。一部の人たちからはおバカキャラで売っていたところおっちょこちょいに感じている、話し方に知性があまり感じられないなどの理由で嫌われているようです。2位、押切萌さん、生年月日1979年12月29日出生地千葉県市川市、職業ファッションモデル、タレント小説家、夫和久井秀明さん、女性誌キャンキャンの専属モデルを経てテレビラジオなど幅広く活躍してきた押切萌さん。2006年9月22日に表参道ヒルズで行われた紳士用ブランドダンヒルのイベントで、プロ野球の福岡ソフトバンクホークスに所属する新垣渚投手との恋愛関係にあるのではとの一部ネット掲示板への書き込み、マスコミ報道について報道陣から質問があり、ありません、なぜそんな話が広まるのか不思議ですと否定しています。あくまで噂でしたが、押切さんの熱愛説はこれが初めてでした。2008年5月には読売ジャイアンツの野間口貴彦投手との交際をブログで認めましたが、2009年秋に破局が報じられています。そして2016年11月1日プロ野球選手の和久井秀明さんと結婚し、2児の母となっています。一部の人たちからは素敵だけど自信がありすぎる感じが出すぎ、プライドが高くて自分からはなかなか折れない感じ、旦那からプレゼントもらったとかインスタに上げて自慢がすごいなどの理由で嫌われているようです。1位、板野友美さん、生年月日1991年7月3日出生地神奈川県横浜市、職業アイドル、タレント、夫高橋圭司さん、アイドルグループ AKB48 の初期メンバーとして活躍した板野友美さんこと友珍は、21年1月プロ野球選手の高橋さんと結婚を発表しました。 AKB48 初期の頃は幼さを売りにしており、キャッチフレーズはお耳がぴょんぴょんでした。当初 AKB48 では茶髪を禁止していましたが、板野さんは秋元康さんから茶髪にすることを許可されています。
秋元さんはインタビューにて、唯一いたのだけに派手な茶髪を許しているが、それは本当に今時の女の子の代表だと思っているから、と語っています。婚姻届はヤクルトの監督高津慎吾さんと板野さんの恩師秋元康が承認の欄にサインしたものを2人で提出したそうです。21年10月、出産。同年、自身がディレクションするライフスタイルブランドロージールーチェを立ち上げています。一部の人たちからは、幸せアピールが過ぎる、ぶりっ子感がある、友達になりたくないタイプ、野球の選手の生活を支えるには荷が重い、アイドルの頃の印象が好ましくなかった、などの理由で嫌われているようです。ここまで野球選手と結婚した嫌いな芸能人&アイドルを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんが嫌いな芸能人はランクインしていましたか。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。